はい、皆さんこんにちは。お元気してますか？ユニクロの伝道師鉄です。そんなことはない。はい、どうでもいいね。はい、じゃあ今日ご紹介しますのはこちら、ウルトラライダウン、ライダウン、ライダウン。はい、ウルトラライダウンを紹介していきたいと思います。これはなんか最近今年新作のモコモコしたやつではなくて、本当にただのウルトラライダウンね。こんなちっちゃいのね、こんなもうボムかっていうぐらい、こうやってここ投げれますよ。うわーっつって投げられちゃうけども、投げないでください。まあ登山とか、まあご旅行とかで行くときには、まあこのぐらいコンパクトになりますよと言って、ウルトラライダウン、はい、着ていきたいと思います。まずね、開けていきましょう。すごいね、こんなにコンパクトになるね。ウルトラライダウンって結構前から売ってますけど、僕今年初めて買ってみたんですけど、めちゃめちゃ軽いね。めちゃめちゃ軽い。こんなんなんだよ。こんな、もう薄いの。こんな薄いの。こんな。重くない？すごい。ちゃんとお袖もリブになってますね。はい。チェックもこういう形で。はい。裾っていうか、もう着丈の部分ね、ここの部分もリブになってますんで、シルエットがとても綺麗になるような作りかな。ドレープがすごくこう綺麗に入ってますね。ここね、これで着た感じのシルエットも良くなると。そしてポッケが側面に2つついておりまして、ここもチャックですね。チャックがついておりますね。開封が可能とね。ポッケに携帯とか鍵を入れてても、まあ、なくさないぞと。はい、内ポケットは特にないですね。内側ライナーなく、そのままもう生ダウンのままですね。でサイズ、私が買ったのは M サイズ買ってます。はい、色は赤ね、派手だから紹介するときに黒とか着てもね、なんかしゃあないでしょ。みんな黒じゃん。私ちょっと目立ちたいんで、はい、赤でいきます。あ、すごい袖。うわ、すごい軽い。すごいな、軽いな。すごいですね、軽いですね。はい、座ってみるとこんな感じね。閉めてみましょう。すごいですね。ほら、綺麗じゃない。でも横もね、綺麗綺麗。ちょっとまあやっぱり売れ筋なんでね、めちゃくちゃ売れてるじゃないですかこれ。だからみんなと被るけどね、結構ね、お値段もお安いですし。はい、で僕はプライベート用というか、まあ仕事用で結構外行ったりもするので、まあ気軽に着れるもので、まあお値段も安く、まあコスパがね、コスパが良くないとね。で、まあ、あんまり高いの買っちゃうと汚れた時にとか悲しくなっちゃう。もうこの辺とかちょっと汚れてるんですけど、見えないか、この辺汚れちゃってるんですけど、まあお値段もそこまでこう高級なものではないので、もうこれぐらいの汚れだったら、これでもねえぞという感じ。はい、じゃあちょっとフードもかぶってみましょう。ちょっとフードもかぶるとこんな感じですね。もう防寒としては素晴らしいんじゃないですか。っていうかめちゃくちゃ軽い。これは本当にすごいね。うん。で、先ほど言った、まあ、袖のリブなんで、
自分はこうしっかりしてるからちゃんとしてるよね。なんかこうだらーんとこういう風になったりしない。うん、なんだったらこうまくっても別にまくんねえからダウンはね。はい、こんな感じでいいんじゃないですか。とても軽いですね。うん、軽いしね、ちゃんとやっぱダウンだからあったかいし、うん、ただこれからほら真冬になってくるから、まあ1月2月ってこれ1枚で行くのはちょっとね、まあ極暖のヒートテックとか入れて、まあロンティー入れて、でウルトラライトダウンとかだったら、まあ日中だったらいいのかな、太陽が出てたらねまだ行けるけど、北海道とかね、やっぱり極寒の地、東北、遠くより上、うん、極寒の地はちょっとこれでは物足りないんじゃないかと思いますけど、ウルトラライトダウン ×2 みたいな着方しないといけないんじゃないかと思うんですけども、はい、でまあ比較対象として全然あの類似したものではないんですけども、まあこういったもの、これちょっとお高いやつなんですけど、ノースフェイスのやつですかね。ノースフェイスのやつ、うん、これもまあウルトラライトダウンと違うのですごくモコモコしてるものなので比較対象にはならないんですけれども、まあどのぐらいあったかいのかなと、こっちとウルトラライトダウン比較してみてどのぐらい違うのかなっていうのもちょっとあれしてみたかったんで、はい、とりあえず来ましょうかね。フードのとこにもなんかこういうのがついてるんですね。こう調節が可能なのかな。でもこれはあの携帯する分にはすごくいいものだと思います、ウルトラライター。こっちはすごいモコモコしてます。これもこれで暖かい。やっぱまあ真冬ですよね、1月2月のそのまあ、東京都内だったら別に大丈夫なんでしょうけど、そのやっぱりね東北より上、北海道とか行くときはやっぱこれぐらいの厚みがないとね、ダウンのね羽毛の量、暖かさとやっぱり比例すると思うので、やっぱりあのバッチリあったかいものを着たいですっていう方は絶対的にこういうモコモコしたやつで、あのユニクロさんでも今季出しましたよね、こういうモコモコしたやつ。あれシルエットもなんか本当にねこういう感じのモコモコだから、そんな今時なんか細いシルエットのダウンが売れてんじゃないかって自分では思ってたんですけど、 なぜこんなものを出してきたんだろうと。これはこれであったかいですけど、うーん、最近のシルエットではないかなと、なんか おしゃれに着こなすようなシルエットじゃないんじゃないかなと私個人は思うんですけどもね、はい、まあ、こういうのもあの全然ユニクロではないんですけど、あのノースフェイスのやつ、この腰のところにもこう調節するものがついてたり、あとリブはねこうマジックテープなんですよね。こういう感じであの手首調整してください、はい、ポケットは一緒ですね。あのチャックがついてるんですけども、やっぱりちょっとお高いだけあって中にボアがついてますね。これちょっと分かります、こうあったかい生地なんですよ、裏地が、うん、こういう普通のダウンじゃなくて、ウルトラライトダウンだと中もダウンの生地なので、やっぱりちょっと寒い時はね冷えたままこう入れるような感じなんですけど、こっちは中もボアになっているので、すごくこうあの手入れた段階からもうあったかいっていうようなスクリーンになってます。こういうね細かいところにこう気を配ってくれるのはやっぱりちょっとあの値段が張るものになりますね。多分1万アッパーとかからなのかなね。それはもうピンキーなんで、やっぱ高いものを買えば買うだけあのいいダウンだと思うんですけども、まあねお財布事情いろいろありますから、やっぱりコスパのいいものがいいと思いますので、何を削って何を得ていくかっていうのは日々考えなきゃいけないところではあるんですけどもね、
はい、でこれは、インナーにもチャックがついてますね。ここにこんなに物入れないでしょ。裏は普通の、はい、ダウン生地ですね。ナイロン生地になってます。こっちも一緒ですね。これ左右ありますね。ついてますね。はい、一応もこういう感じになっておりますけれども、まあ、冬本番だとやっぱりこういうモコモコした生地の方がいいと思うんだけれども、まあ、東京都内とか関東とかでね、あのちょっとこう軽くコンビニ行きたいなとか、あとはちょっとまあ汚れてもいいので仕事で着たいななんていう方、あの外で作業される方とか、でこういうのあると薄いですから、あの本当に、ね、外で作業をするとなるとやっぱりこうやってこう入っていく場面とかあると思うんですよね。こうやってちょっと通れるかなみたいな、うん、そういう時にモコモコしてないからやっぱり使い勝手はいいですよね、うん、ライトダウンとはいえ、うん、薄みであってなおかつ暖かさも保持してくれるという点ではすごくいいものだと思います。はい、シルエットもすごく綺麗ですし、お値段も安いですし、まあ多分ユニクロさん年末年始にかけてまたセールとかも始まると思うので、これは買いなんじゃないでしょうか。はい、色もいろいろ、あのベーシックな黒、あとはグレーとか青とか、はい、ありましたので、僕は誰も選ばないような赤を選んでるんですけども、はい、似合います？大丈夫ですか？はい、これでデートに来られたらちょっと引くよね。赤はね、せめて黒にしてほしい、ね。いいんです私は別にデートしないんで、ね。はい、まあこんな感じでした。とてもあのコスパがいいと思います。値段の割にと言ったら。あの失礼かもしれないんですけども、言っていうか値段以上じゃない、値段以上の働きするでしょこれは、うん、で僕はあの個人的にウルトラライトダウンのベストを持ってるんですよ。ベストだけ、そのこの袖がないやつね、思ってるんだけど、あれはやっぱスーツの下とか着てるだけでも全然違うんで、袖があるダウン買ったらどうなんだろうと思って買ってみたんですけど、まああったかいですね、うん、まあ、外出て日が出てる分には余裕じゃないですかね。はい、まあ別にコーディネートとかはしないですけど、まあデニムで合わせてね、こういう感じで着れますんで、2019年版ウルトラライトダウンの紹介でした。はい、特に言うことはないです。もうダウンです。軽いです。むちゃくちゃ軽いです。多分ご自身が思っているよりも軽い、うん、使い勝手はバッチリだと思います。コスパ最強ウルトラライトダウン、皆さんぜひお買い求めください。これからいっぱいセールになるよ。じゃあね。大した喋れなかったな。でもあったかいよね、こういうのね、すごくいいと思います。